東京維新に大激震石丸真二応援のために離党届けということでですす。ね、こちらについいいいてて触れていきたいと思います、はい、あの衝撃の、ね、ニュースが昨日、えー、と出てきまして、まあ、あの維新がですね、まあ、今回、東京都知事選では、まあ、誰も候補者を出せずっていう、えー、状況の中で正鑑定ですね、えー、対応を取っておりました。 候補者出してないんですけども、まあ、所属議員とかに関しては、まあ、誰の応援にも入んないでくださいってお願いしている状況の中でえ世田谷区議会議員の比江島すむさんこ維新の区議会議員の方なんですけどもえこの比江島すむさんがいえいえ 石原審司さん応援したいですということので、えー、党の意向に反するため、離党届を出されたというような、えー、状況ですね。で、一応まだこの離党届自体は受理はされていないので、離党届っていう、えー、表記の仕方を今ね、している状況なんですけども、まあ維新が交渉を出していない状況にもかかわらず、今、問題が起こっているというような、えー、形ですね。はい、で、 正直、僕の意見でいきますと、両方の意分分かるなというふうにも思っておりまして、それこそですね、比江島さんの目線でいくと、それこそ世田谷区の区議会議員と活動していて、東京都知事が誰になるかによって、世田谷区政にもかなり影響が出ると。で、そこでしっかりと意思をね、意思も誰も講師出してないし、誰を応援するのかで意思をね、有権者に示すことは大切だって主張されることも分かりますと。で、一方で、 あのまあ、東京維新としても、まあ、これトラウマがあるというふうにも思っておりまして、まあ、の昔ですね2015年に山形市長選挙というものがございまして当時ね維新の党という政党名だったんですけどもあの柿澤美斗さんっていうねあのこの前江東区でお金買収して逮捕された衆議院それがね東京15補決選挙が行われたんですけども柿澤美斗さんが維新の党の幹事長だったんですよ。 で、山形市長選挙は、医師の党としては自主投票だったんですけども、 その時に、維新のね幹事長の名前である柿澤さんが共産党の応援を受けてる校舎の応援に入ったんですよ。でこれがしかも地元の意向に反するってところで、まあ、かなりですね混乱をしましてで当時ね松井一郎さんとかいやもう柿澤美斗幹事長やめろみたいな、えー、ところでねもうかなり党内でぐちゃぐちゃになってこう分裂するきっかけになったみたいな、えー、ところがあったんで例えばこう政党がね、まあ、どの校舎も応援しませんよっていうねまあ言ったら自主投票だったとしても誰かが応援に入ると党が分裂 連列する、えー、きっかけがね昔あったってことなので、まあ、そこでね、まあ、今回慎重な対応を取られてるのも全然わかるなっていうふうにも思っておりますししかもこれ医師に限った話ではなくてあの同じ東京都内で第三局系の都民ファーストの、えー、茜学母さん、えー、これは杉並区先生の東京都議会議員なんですけども2019年に、えー、と参院選で都民ファースト誰も校舎出してなかったんですよ。で、同じ第三極からだ 第3局という理由なだけで、アカ学ガさんがですね、まあ、言ったら小池都知事の天敵である医師の音北俊さんの応援演説に入られたんですよ。で、これが都民ファーストの中で大問題になりまして、まあそこでね、まあいろいろあったりとかもしていたんで、まあ結構ですね、 ま自主投票だった政党の人があの勝手にね、えー、誰かの応援に入っていろいろ問題になるってことは結構よくあるケースだったりするんで、まあ、そこでね、まあ、維新が誰にもねもう組織として応援に入らないでくださいって主張するってことも、まあ、全然分かるなというふうには思ったりしてるんで、まあ、僕は私はもう両方の言い分が分かるというような感じなんですけども比江島さんがですね記者会見とかも開かれていてそこで文書とかをまとめているものがあったので,でそちらをね簡単にご紹介したいなと思っております。はい えっとですね6月の17日に、えっと、緊急全体会議というのが、えー、東京維新で、えっと、ございまして、柳瀬博文東京維新の代表ですねはいから、えっと、生還するとの発表があったと、で生還するということの意味に関してなんですけれども、えー、どの候補にも推薦や支持などを行っていない以上、所属議員はいかなる陣営にも関わってはいけませんという、まあ、そういったお達しでしたと。 でえー、そこで、比江島さんが後援、まあ、会の皆さんはもとよりえ区民の方からも多数のお問い合わせや疑問の声を頂戴し私自身、熟考した結果特制度に象徴されるように世田谷区政に、まあ、直接大きな影響を及ぼす東京都知事を決める極めて重要な選挙について区民の負託を受けた議員として意思表示をしないことは有権者に対して不正です。かつ 怠慢であるとの思いに至り、6月19日付で、柳瀬代表に対して、所属議員が自分の心情に基づいて、思い思いの候補を支援できるように決定の最高をお願いする要望書を提出しましたと。なので、まあ、今回いきなり離党したってわけじゃなくて、一旦ね、もう応援に入っていいですよっていう、まあそういった形を取ってくださいというふうにお願いをしていたっていうような状況ですね。はい。で、それに対して、えー、田喜俊、東京維新の幹事長の方から、えー、20日に、 残念ながら方針は覆れなかったという、まあ、決定がもう決まったという、えー、ことで、えー、その後ですね、まあ、こう比江島さんとか各校舎のまあ政策とかを吟味して、まあ、実際に街頭演説とかにも足を運んで人となりを拝見して、えー、前秋田方首相である石丸慎二候補を応援したいとの思いに至り、えー、このことは前日の通り党の方針に反することから、えー、こたびけじめをつける意味で党籍、えー、を離れて石丸氏の支援を行うことを決意いたしましたというふうにえ言われておりますと。 さらに、えっと、会派、まあ、維新でねもともと活動していて、まあ、そこでねもともと維新の世田谷区の会派と、えっと、無所属の議員とかいろんなね、えー、一緒になってる会派がいたんですけど一応そこの会派にとどまるというような、はいえー、会派の変更は考えていないというふうにも言われていて、まあ、世田谷区の補佐学生に対してぜぜひそして行政を厳しくチェックしてまいりますというふうにも言われているというような、えー、状況ですね、はいで。それに対して まあ言ったら、えー、東京維新側の、ね、執行部側がです、ねまあ、かなり反論といいますか、えー、こういったことを言われておりますと、えー、私自身、比江島区議とは政調会同士として活動し、セ、え、政、ー、と国政にまたがる課題についても、えー、幾度とも、えー、協力しながら行動を共にしてまいりました。 今回、電話やメールによる事前の一報せではなく、事務局に離党届が提出され、補欠選挙の初日にわざわざ党にダメージを与える形で記者会見を開かれたことは大変遺憾です。現在、冷島区議とは、柳瀬代表も幹事長である私も一切連絡がつながらない状況です。都議補選の最中ということもあり、離党届の取り扱いについては、今後の役員会でその対応を検討してまいりますというふうに言われているというところで、なんでこの記者会見のタイミングが まあ言ったら都議選維新がね今回都議会議員補欠選挙2人出してるんですよ。で、まあ、その状況の中で何でこの日に出してくるんですかとでしかも一切連絡つながんないのはよくない行動なんじゃないですかってところを、えー、かなり批判されてるっていうような状況なのでもう完全に今亀裂が走ってるっていうね、えー、感じなのかなっていうふうには、えー、と思いますと、はい、でしかもね都議補選に関してやっぱり維新の今の統制とかで考えると帰宅、まあ、はねかなり。 えー、多分力入れてるのかなっていうところでしかもも、えー、元々とね音喜多俊さと仲間であってた駒崎美樹さんが今回都民ファーストの会出ているっていう、えー、状況でまあ 言ったら音さんだけ小松崎美樹さんが一番受かるのを阻止したいのかなっていうふうには思ったりするんで、まあ、その状況の中で維新がね来たくれどうなっていくのかっていうのもねえちょっと気になったりするところではあるんですけどもえここで2敗するとさらにまた東京維新もね今回離れてえさらに、えー、東京戦で負けるとさらにダメージが得てしまう都知事選にも交渉出せずそして東京15個戦でえ足立さんといろいろバトルがありとかあと最近ね政治資金のね、えー、こう対応をめぐってまあ言ったら馬場代表 もう含めて、もう全員ね、感じされてるみたいな、えー、状況の中で、いや、今結構ですね、マイナスが報道がついてる中で、こういった、えー、今回離党届見では出てしまいましたっていうような、えー、感じなんですけども。 で一応、ですねこの比江島さんだけじゃなくて町田市議の矢口真由さんという方も、えー、一緒にですねもう都知事選は自由に応援するべきだっていう風にも主張、えー、されておりました。で、そこの文章というものがですねこれがまた SNS 上であのリークされているのがもうそもそもやばい状況なんですけどもこれが6月の19日に東京都知事選挙に対応についてってところでこちらの連名で柳橋さんについて。えー 文章を出されておりますと、はい、今、え、回、ーえー、自らが自治体によって最も有益化、えー、よく考えておりますと、で、実、え、際、ー、の利益のために最もふさしい候補を、えー、東京都知事選の候補者がいる場合、えー、その候補者を応援することは政治家として当然の、えー、行動ではないでしょうか、えー、個人的な新活動についても党から制限をされることは到底納得がいきませんというような、えー、ことを言われていたというような状況ですね。はい。 で、音喜多さんもその、ね、文章の方でなんで正観なのかみたいなところも、ね、あの出されておりまして、えー、そこの、えー、文章というものがですね、あの例えば、まあ、今回の東京都知事選挙で、まあ、いろんなポスター問題とか問題候補がいろいろ出ていると。 でその時にまに、あ、維新がね、候補者出していないからといって、まあ、じゃあ維新の区議会議員が問題となっている候補者の応援に入っていた場合、それがね、まあ、言ったら他の政党から、まあ、攻撃される、えー、一つの理由になってしまうからで、党のイメージがね、さらに悪くなってしまう可能性があるというところなので、まあ、そういったあのリスクが高い状況なので、そういったところも防ぐためにも、まあ、政官という姿勢を、えー、決定していますというところも、えー、言われていて、じゃあ、例えね、じゃ 区議会議員の方が身分を隠して、まあ、裏方でボランティアに入ったとしても、えそれがね、ちょっと噂で、えー、出回ってしまうかもしれないっていう、まあ、そういったお話もあるんで、えー、慎重な行動をお願いしておりますみたいなこところも言われているというような、えー、形ですね。はい。まあそういった状況なんですけども、でちなみにこの比江島さんに関しては、えー、世田谷区域戦で前回トップ当選をされている方になっております。で、しかも、古参のね、東京維新の方で、えー、と2017年の東京都議会議員選挙、えー、この時に関しては、まあ,あ、東京維新がもう 壊滅するっていう風に言われていたときで、まあ、都民ファーストブームで、まあ、言ったら島し部以外は全員当選したっていうのが、もう都民ファーストブームだった、えー、都議会議員選挙だったんですけども、えー、この時に、こう、比江島さんに関してはですね、まあ、言ったら、この、医師の勢いがない中で、えー、意思で、ね、都議選に出られていた、えー、方なんですよ。はい。 で当時ね、この2017年の都議選に関しては今ね秋田方の石丸師のの、ね、応援に入っている選挙の神様藤川信之さんもね、えー、入られておりまして、まあ、2017年に大田区で柳瀬さんを、まあ、ゼロ議席になるんじゃないかって言ったところを、まあ、この采配で見事1議席獲得されて、まあ、東京維新 の、まあ、ったら名前をね、こ東京都内に残すことができましたという、えー、状況がございます。だから、柳梶さんの一議席がなかったら、音喜多さんが多分維新に入ることも、ね、なかったんじゃないかなと思いますし、今、東京維新が、ね、かなり、えー、人数も増えているのも、えー、当時、この東京都議会議員選挙大逆の中で、一議席、えー、大田区で都議選を取ったとっいうのが、まあ、一つね、大きいのかなというふうに思っておりまして、で、この比江島さんが、えー、落選されたあえー、2019年の東一大選占政大学議選で、えー、当選されまして、で前回の去年ですね、まあ、維新の 勢いがある時です、えー、世田谷区議選で、えー、トップ当選をされましたというような、えー、状況ですねで、この小佐のメンバーが離党したというのがまたさらにですね、えー、ちょっといろいろ話題を呼んだりもしているという状況なんですけどもで、しかもこれ冷島さんに関しては あので今、伊達哲さんがね、えー、維新の、えー、党員資格停止処分、えー、6ヶ月下ったっていうところで、まあ、そこも、ね、ちょっと含んでもあるんじゃないかというふうにも言われておりますしあとね、まあ、あの世田谷区の、えー、内藤さんって方はこの前、ね、維新が自民党とか一緒になって応援したんですけどもそこにも比江島さん絡んでたというところで、まあ、そこに関してはやっぱり藤川さんも、ね、やっぱ絡んでたんじゃないかみたいなねそういったところもありまして、まあ、こういろんな要因で比江島さんが今回の、ね、対応だけでいろんな要因 も含めてなんか離れたんじゃないか？っていう風に見られている方もいらっしゃいます。ような、えー、状況ですね。はい、なのでまあ、そういったね。影響がまず一つございますと。とで、じゃあ矢口麻衣さんもね。離党するのみたいなね、えー、お話も出てくるかなという風うに思うんですけども、えー、まず、矢口麻衣さんはまずた安達康さん系でもないですと。とはい。 もともと自由を守る会っていうところで最初の町田市議会議員にえ当選された方になっておりましてただ当時ね音喜多旬さんと上田玲子さんがまだねえ関係性がかかった今でももう超バチバチで超仲悪い感じになっているんですけどもこの音喜多さんと上田玲子さんがまあ仲悪くなりましてで えー、その時に、矢口真由さんも自由を守る会をですね、離党されてますと。はい。まあ、一体、上田礼子さん系が、まあ、きた多夫妻のね、こう内容っていうのを週刊誌でリークしたみたいなところの対応とかも不満持たれたりもしていて、ときたさん側についていった方なんですよ。で、矢口真由さんが前回の町田市議選に関しては維新で、えー、立候補されまして、で、2位で、えー、当選されたっていうような、えー、方になっております。で、結構、まあ、イケイケな方なんで、まあ、この党のね、こういった、 ところでまあちょっと去年なんかいろいろあったみたいで、はい、なんかそういったお話も聞いたりもしているんですけども、まあ今回に関してはなんか、えー、連名を出されたというような、えー、形でございます。はい。ただえっ、ー、と本人の X の方でね、えー、投稿もされておりまして、えー、そこの内容というのがですね。 えー、日本維新の会は誰かに言われたから立候補者とか政治家家系だからなんとなく立候補者とかそんな人たちではなくて今の世の中を変えたいおかしなことを正したい自分のことは二の次でいいからとにかく市民国民のために頑張りたいそんな熱い思いの人たちが集まる政党だと思っていますだからこそ組織からのさまざまなシーンに疑問を持たずにすんなり従うようなイエスマンではない人が多くそういった意味では運営がとても難しい政党だと思っている、えー、比江島さんのような自分にも国民にも嘘をつけない熱い人間が集まる政党だ維新だし熱くてまっすぐ な冷島さんだからこその決断だと感じております私なんかよりもずっと長く維新で頑張ってきて東京維新を支えてくれた冷島さんいつか離党したことを公開してもう一回一緒にやろうと言ってもらうように頑張らなきゃですねっていう風にも、えー、言われているてこところなので山口真弥さんに関しては、えー、離島に関しても、えー、言われてないですしかつ石丸、えー、さんを応援するとも言われていないというような、えー、状況でございますはい。まあ、そんな状況の中で今後ねだからまあ正直まあ、維新のまあの議員さんの中で まあの元々ですね、そいうこと、藤川慎之介さんが、まあ、選挙の神様東京維新で、柳橋さんとか、そして脇久さんとかを東京で国会議員させた選挙の神様が、今回、石丸さんの、ね、参謀についているという状況の中で、今ね、そこに関しては関係性悪化しているんですけども、え元々ね、藤川さん系の、まあ、維新の議員さんもいるんですよ。しかも藤川さんによって当選させてもらった方とか、そ、は、う、い、いうこと、例えば、参議院議員の石井光子さんとかに関してはね、完全に藤川さんのところで、去年の参選戦戦われておりますし、 あとね、えー、僕がね以前動画で、えー、撮りました秋葉のい、まあ、ったら告示日前の、えー、段階でだからまだ維新のお達しがまだない状況だったと思うんですけども、えー、秋葉での演説会で維新の野沢区議がですね、まあ、石丸さんの陣営にいましたというふうにも、えー、お話をしておりましたでこの方に関しては完全に藤川さん系の、えー、方になっておりましてなので、まあ、今後ねタを裏でも手伝っている方もいるんじゃないかなと思いますのでまあ処分者が増えるのかどうかっていうのは一つ注目です えポイントなのかなと思っております。はい。あとね、あの言われているのが、まあ,あの浅草で石丸さんが活動していた時に。 維新、まあの台東区議の蕎麦屋さんがあるんですけどもそこで石丸さんが飯を食ってたっていうねお話も、えー、ございまして、まあ、わざわざそこに行きますかねみたいなね、まあ、そういったところもあるっていう状況の中で、まあ、ちょっと維新ので特に維新、まあの、えー、あ石丸さんのね GNF、えー、と結構維新の、えー、よくね、あのー、手伝っている方とかよくね、あのー、見る顔がいらっしゃったりとかもしますので、まあ、そこで今後やっぱ石丸さんにシンパシーを感じる方もね多かったりしますそうはい。 で元々ね、まああの維新と石丸さんがこの都知事選前に接触してたっていうお話もあって、でそこでね、まあ、報道によっては、このね、えー、維新から断ったっいうお話もありますし、石丸さんが断ったっていう、まあ、両方の報道が出てますと、まあ、これも、まあ、維新の議員さんが容疑者に言う内容が違うっていうね、はい、もう断ってやったってみたいなね言ってる人も、あのー、いるし、いやいや、断れただけですって言ってる人もいるっていう。 報道の、えー、メディアさんが、まあ、違う、ねえー、内容を出してるっていうようなそういった状況になったりっていうのもねちょっと聞いたりも <laughs>、えー、しているんですけどもまあちょっとですね最近東京維新内が割とごたごたしているというか例えば今年の1月八王子小選挙とかでも、えー、元々と安倍塚里さんの、ね、生活者だった諸角さんというです、ねえー、方がいらっしゃいましてその方の、ね、応援に結構、まあ、維新の、えー、議員さんとかもね選挙ポスト張りとかもいろいろ入っていっている状況の中で、えー、選挙の、ね、終盤でもっと 上からねちょっと号令が降りてきまして、えー、最終的に自公推薦のい、まあ、ったら物積さんじゃない方の方に、えー、維新が応援入るみたいな、えー、とこもあったりとかして,いて八王子とかでもねそこで結構ぶっち切れている、えー、維新の議員さんとかもねいらっしゃったりしているような、えー、状況でただ裏でねまあ諸角さんという方がい、まあ、ったらあの。 なんか政治を変えるって言ってカエルのマスコットキャラクターみたいないるんですけどもまあその表立ってまあ言ったらしやけ候補のところに維新はついたんで応援できないんでこの諸角さんのカエルの中で。 着ぐるみの中で活動していた維新の議員さんもいらっしゃったりみたいな、まあそういった状況で、もそれぐらいね、もうちょっと八王子のトラブルがあったりとかも、えー、しておりましたし、はい。あと内容ね、ちょっと細かく言えないんですけども、まあちょっと東京15号線終わりになって、なんか、あのね、あの、ワンギリ事件っていうのがあって、ちょっと維新のね、こう、区切り内でちょっと不満が溜まっていたりとかも、なんかそういったこともあったりとかも、えー、しておりますし、はい。ちょっとね、最近マイナスな報道が続いている中で、 さら、はい、に、まあ、都議補選に関してはそもそもね、まあ、勝つのがもう難しい選挙区の中で、まあ、どれぐらい結果を残すことができるのか、はい、都知事選は、ね、完全に不戦敗というような形なので、まあ、ただね、都知事選出せないことでなんか出せないことがなんかすごいなんか攻められてるのはちょっと個人的にはかわいそうかなというふうには思っておりまして、まず、小池力が強すぎるんですよ。はい さすがにもう誰出したとしてもたぶん京太金募集になるのは当たり前だと思うんで、まあ、そこで出せっていうのはさすがにちょっと無理があるのかなっていうふうにははい,いや4年だから前回小野泰輔さん出られてましたけどもさすがにそれはかわいそうだなっていうふうには思っておりますだって河内長野ね維新出してないですからね吉村さんの地元の選挙今度ね栃木選と同日に河内長野市長選挙があるんですけども吉村さんの地元の河内長野選挙区でもともとですね はい、あの大阪府議選で1人区で、えー、維新が、ね、負けたりしていて西野周平さんとて自民党の方が、えー、当選され元維新の方なんですけどね、まあ、その方が一勝戦に出るということで、まあ、多分西野周平に勝てる人はいないという、ね、判断もあるのかなとうう思ったりもするんですけどもだからね河内な野が,が出せなかったら責められなくて。 こう東京維新だけがなんかね、都知事選出さなかったとことは責められてるのは、これね、ちょっとかわいそうかなという、思う部分もあるというような、えー、形なんですけども、はい。まあ、この前ね、ちょっと石丸さんのね、えー、応援入った、えー、ベンチみたいな紹介しました。 他にもね、東京維新以にも、まあ群馬県のね、ごく大渕優子さんの選挙区で次ね、えー、維新から出る予定の方がひたすらね、石丸さんの動画を上げまくってるっていう、ほぼ石丸応援 YouTube チャンネルになってるっていうですね、まあ方もいらっしゃったりみたいな、えー、状況の中で、まあ今後ね、維新系の方がどれぐらい石丸さんの応援に入っていくのかっていうのは、やっぱシンパシー感じる人は多いので、ちょっと注目でございます。はい、まあそんな形の会、えー、でございましたというころで、えー、今後も都知事選ね、まあいろいろ各党のゴタゴタみたいなどんどん出てくるかと思いますので、えー、取り 上げていきたいと思います、えー、ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたしますありがとうございました